おはようございます。はい、ということで今日はですね、よっちハロウィンメイクをすればメンバーの顔わからないんじゃないか説を検証していきたいと思います。イエーイ。ハロウィンメイクをして、はい、サイレント図書館をやっていくんですけれども、はい、実際にその企画に参加するのは私たちじゃなくて、はい、私たちの分身の方、はい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 、分身をやっていただく方を呼んで、はい、その人たちにメイクをしてもらって、はい、企画をやってもらいたいと思います。なるほど、じゃあうっちゃん、はい、全く知らない人と一緒に企画をやるわけだね。なるほどね。はい、やばいね。早速分身をやってくれる方をね呼びたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。りっちゃん役のしです。よろしくお願いします。はい、なっちゃん役のしずみろんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでもなんかね、なんとなくこの体型とかはちょっと似てる感じだけど、でも顔は全然違うよね。そうだね。うん、なんかどうなるんだろうね。ね。まずは私たちの癖をね、こう教えてあげて、ね、頑張ってもらいましょうか、はい。はい。それでは早速メイクとかしてもらっていきましょう。イエーイ。しました。サイレントとしか聞いてないのですが、頑張りたいと思います。いくぞ。こちらも、はい、はい、ちょっと誰誰？え、誰？りっちゃん？そうなんか、もう始まってるから。はい、ということで今回はハロウィンコスプレサイレント図書館。さっきどっちやりたいか言ってたから、今日は3人でやっていい。いや、誰か分かんないね。
え？何？いつものりっちゃんだけど。え？誰？え？誰？え？りっちゃんだよ。え？誰？気づかなかった。ともしよっちが知らない人と一緒に。いや全然良かったし。全然良かったし。全然良かったし。でパンチパンチどうだった？めっちゃ強かった。いやだから今回の企画はよっちハロウィンメイクしてればメンバーだけだっていう結果わからない。いや、わかんなかった。私、あんまさ、会話やっぱ小さくて聞こえなかったから、早く見たくてしょ、ね、結構顔を見られてくるので、うん、やばい、進めなきゃ。あー、なるほどなるほど。でもね、デスソースとかも当たった。あ、すごい、でも、ヨッチンさんに やってもらおうかと思ったやってもらおうかと思ったけど、でもこれ、2人でやろうかと思った。いや、お疲れ様です、ありがとうございます。私たちのために楽しかった。え、結局どちらさんなんですか？しずみろんと申します。はい、マルチでチャンネルやってます。なるほど、なるほど。はい、あ、別々なんですか、ここ。はい、いや、そうなんすか。でも、その知り合いだから。あ、私、Cと言います。はい、一度、ボンボン TV さんと、あの、ボンボン時計なんでご一緒させて、あの、合唱の時に。はい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 。なるほど。全然わかんない。メイクってすげえなってことでしょ。すごい。いや、よかったわ。いや、バレたと思ったもんね。そう。で、俺の一発芸これだから。はい、ということでこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。